皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。はい、今日は私の弟の誕生日じゃないですね、結婚式、うん、結婚式が東京であるので、はい、今から新幹線に乗って東京に向かいます。はい、あと10分で電車が出るのでちょっと急がなければいけません。はい、今日は新幹線で東京に行って、東京で一泊泊まります。そして、はい、明日は結婚式ですね、楽しみです。はい、あとまあホテルも楽しみですね、うん、だから今日はちょっと、はい、かっこいい T シャツを着ています。どうですか。はい、では、今から駅に行って、新幹線に乗りたいと思います。行きましょう。あと忘れ、お母さんこのバッ、私の妹です。なんか言ってよ。はい、そう、はい、もう今準備はできたので今から駅に行きます。まずは家の近くの駅からちょっと大きい駅まで行って、そこで乗り換えて、そこから東京に行きます。はい、まあ、家は駅から近いので歩いて行けますね。いや、暑いですね今日は。暑いですね。暑いですね。今は妹がカメラマンをしてくれています。本当に暑いですよ今日は。海外に行った時にずっと飲めなかった多いお茶を飲みます。いいよ、暑い。まだマスクしなくてもいいね。ちょっと日陰に行きましょう。はい、地元にある大きい駅に着きました。そうですね、ここは新幹線も止まるので、はい、大きい駅ですね。ん？何が？そうですね、今ちょっと20分新幹線が来るのを待つ時間があるので、そうですね、そこで、はい、まず昼ご飯を買いたいと思います。もうすぐで東京に行く新幹線が来ますね。はい、いや、東京に行くのは久しぶりですよね。いや、でも本当に思ったんですけど、日本の駅、まあ、本当に綺麗ですね。ゴミは全然ありません。ちょっと風が強いですね。はい、はい、でだから本当にゴミが全然なくて、電車の中も全部本当に綺麗で、ちょっと感動しましたね。はい、これは本当に日本の素晴らしいところだと思います。では新幹線が来たので乗りたいと思います。かっこいいですね新幹線。はい、東京に行きます。すごい久しぶりに新幹線乗ります。はい、私の家族ですね。では新幹線に入ります。さあ入ります。いや、綺麗ですね新幹線。コンビニで買ったものを食べます。
どうも東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。 JR 東海からお客様にお知らせをいたします。今年は1872年に、はい、そうですね、新幹線の中では、あまり大きい声で話してはいけないので、はい、ここに来ました。でもすごい、トイレも本当に綺麗です。鉄道の利用を楽しんでいただけるさまざまな企画をご用意していますので、詳細は鉄道開業すごいですよね、特設サイトをご覧ください。とても早いです。なんか久しぶりに新幹線に乗ったので、はい、ワクワクしてます。日頃よりご協力いただきましてありがとうございます。引き続き車内ではマスクの着用にご協力をいただき、はい、そうですね、今はちょっとビデオ撮ってるんですけど、あー見えませんね、残念。皆さん見えますか、あそこに大きい山があるんですけど、実はあれが富士山です。はい、富士山。でもわ、大きいですね。でも本当に今残念ながら雲で見えません。わー、見たかったですね。残念。そう、多分あれは富士山ですね。わー、本当に大きいですね。まあでもそう、今ちょうど雲で全部見えないので残念ですけど、はい、今は静岡県の富士市を通っています。すごい、東京、私の、まあ、家の近くの駅から東京まで新幹線で1時間半で行くことができます。車で行くと5時間ぐらいかかるので、新幹線を使うと本当に早く行けますね。はい、あー残念、見れませんでしたね。あー残念。でもまあそうですね、あそこにある雲に隠れている大きい山が富士山です。あー、みんなに見てもらいたかったですけど、今日はちょっと残念でしたね。はい、すごい、もう新幹線に、あー新幹線は楽しいですね。早くてかっこよくて、はい、とても快適です。まあ、私は多分新幹線が一番好きな乗り物ですね。そう、まあこのドアの中では電話をしたり大きい声で話したりしてはいけません。はい、だから今ここには誰もいないので、ここで YouTube を撮っています。でもトイレも本当に綺麗だし、はい、全部綺麗ですね。素晴らしいです。はい、残念ですね。はい、多分もうすぐで、もうすぐで、東京に着くと思います。はい、もう東京ですけど、だんだん東京、もうすぐで東京駅に着きますね。お、聞こえますか？はい、あと多分2分か3分で東京に着きます。そうですね、終点の東京に着きます。わあ、すごい。東京は世界で一番大きい街ですからね。多分高いビルがいっぱいあると思います。ちょっと今この新幹線の窓からは見えませんね。ああ、もうすぐで着きます。ああ、すごい。いや、なんか、はい、楽しいですね。嬉しいです。またこうやって東京に来ました。はい。今日は、東京の、まあ、大きいホテルに泊まります。このホテルに私の家族と親戚が来ます。
あ、これは山手線ですね。日本の地下鉄です。あ、地下鉄じゃないかな、電車ですね。はい、うわすごい。間もなく終点東京です。東京駅も本当に大きいですからね。はい、そして今日はホテルで、まあ、親戚と家族と一緒に、まあ、ちょっといい晩ご飯を食べます。はい、そうですね。そして、ホテルで一泊して明日弟の結婚式に、出席します。はい、さあ着きましたね。すごい、私もずっと東京に来たかったです。大きいですね。そう、あの東京駅は本当に大きいので、いつも私は東京駅で迷子になります。うん、はい、いや新幹線は本当に快適で、足のスペースもあの飛行機と比べたら本当に大きいので、本当に快適で過ごせます。こんな感じですね、私の家族。はい、そう、さあ東京に着くので今から新幹線を出て、ホテルに向かいたいと思います。着きました。わあ、他のいろいろなかっこいい新幹線も見れますね。着きました。では今から行きます。東京です。イエーイ、すごい、本当にワクワクしてます。東京駅、いやこっちホテルがすごい綺麗で、上の方え丸の内ホテル、丸の内ホテル、あ、ホテルね。ここ出るの。あ、なるほど。よし、さあここから今東京駅を出ます。うわあすごい、見てください。すごい、東京駅の中綺麗ですね。わあ、本当に綺麗。ちょっと久しぶりに日本に帰りましたけど、びっくりしましたね。え？あ、本当だ。変わった、ちょっと工事してたよね。ああ。すごい、これが東京駅の建物ですね。すごい、なんかレトロで綺麗ですね。今からタクシー乗る？はい、じゃあ今からタクシーに乗って、ホテルに向かいます。見てください、日本のタクシー自動で開きますね。便利すごい、タクシーが来ます。わあすごい綺麗だね。いや大きいですね。今からタクシーになります。はい、今はタクシーに乗っていますね。日本のタクシーです。私のファミリーです。家族、お母さん、あ、落ちた。なんか言って。綾乃です。綾乃です。名前は？あ？名前は何ですか？ゆきこです。お母さんです。見てみてしまう。すごい、なんかこのタクシーにはテレビもついてますね。
すごい。すごいね。うわあ。なんかアニメの中にいるみたい。すごい、あのカフェ、あのカフェすごいいいね。なんか、うん、フランスのあれみたい。すごい。はい、こんにちは。すごいね。うわ、天気が良くて今日は本当に暑いです。大きいホテル。さあ、今からチェックインをします。はい、今チェックインを待っています。すごい、ホテルの中にショッピングモールがあったり、はい、すごいちょっと高級なホテルですね。まあ、今日は結婚式があるので、はい、今日はここで、家族と一緒に過ごします。はい、そうですね、あまりこんな高級なホテルに泊まらないので、はい、今日はこのホテルを楽しみたいと思います。はい、皆さん今、ホテルの部屋にチェックインをして、はい、チェックインしました。いや、すごい、まあ、大きいホテルですね。うん、部屋も大きいと思います。東京のホテルは大抵もっと小さいので、東京にしては大きいですね。はい、ベッドが2つあって、ここは私の妹と私の母が、泊まります、寝ます、ここで。はい、なんかソファーもあって、あとここに、まあ、机と椅子があります。そう、トイレが本当に大きいです。今トイレにいます。ここはトイレですね。シャワーとバスタブもあります。お風呂もあります。そしてもう一つシャワーがありますね。大きいですね。大きい洗面所です。はい、中には、わ、すごい、服、クローゼットもありますね。大きいクローゼットもあります。はい、では、まあ、明日は、結婚式があるので、今から少しホテルでゆっくりして、晩ご飯を食べて、はい、のんびりしたいと思います。 Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and leave a comment below. And、in the Reddit community, if you can, if you like this video, please、recommend in the video, so that will help my channel. Thank you for all your support, and I will see you guys in the next video. またね。バイバイ。